チャムド市は中華人民共和国のチベット自治区に位置する地球市の一つ。自治区の東部、カム地方の西部を占める。チベット名チャムドサクル。チャプは水を、とは合流地点を意味し、中国名はチベット名を運車したもの。日本ではチベット語に基づくチャムドのほか、漢字表記からの重役であるチャンド等の表記が見られる。中国名、焦土の音読みは、 しようと。四川省の関税チベット族自治州、雲南省、デチェンチベット族自治州とともに、チベットの伝統的な地方区分カム地方を構成し、その住人をカムパと称する。チベット自治区東部、メコン川とサルーイン川上流地帯に位置する。南は、ミャンマーと国境を接し、南東は、雲南省、デチェン州、東は、四川省関税チベット族自治州、北は、 青海小玉寺チベット属自治州と接する。唐にはこの地域に女性を崇拝し、女王をいただくトンジョ国があり、唐と通行したが、やがてトバンにより、チベットに統合された。トバンの崩壊後、この地に拡挙した小国の主たちは、個別に中国王朝と交通したが、13世紀、モンゴル帝国朝、チベットの全域がトバンとして一括され、 先派の長が長官を務めるノブマサインを通じ、勢力の大小に応じ、マンコ・セ千コ等の地方官、軍事指揮官の称号を受け、各地に設けられたマンコフ・府、千コ府等の機関の長官と位置づけられた。この地区を含むカム地方、アムド地方を覆う機関としては、土番東ところ線一ドバン東路線一支、枝貫子線一支と減水府がある。明朝は 14世紀後半、チベット各地の諸公に、英書の軍事指揮官の称号を与え、チベットを二分するという位置づけの2英を設置、所領の大小に応じて、式種氏に、繊衣氏に、元帥府一、章頭一、マ万古府十三、千古書四などの長官職の称号が与えられた。さらに14世紀には主だった、政権のトップが、耳より称号を受け、合わせて、 三大法王、五大教王と呼ばれた。以上のような枠組みにおいて、この地区は枝シ市イに属し、この時期、チベット仏教サキャ派の支ハゴル派が交流し、カムに浸透した。16世紀には、この地区に、霊光に本拠を置く、ジャン王の勢力が伸びたが、17世紀半ば、グシハム王朝がチベット征服に乗り出した際、その支配下に入った。18世紀、 幼生のチベット分割により、カム地方が三分された際、ダライラマに昇級されて、以後、チベットの一部分として位置づけられることとなった。1905年、四川総督長寺豊は、四川軍を率いて東方からチベットに侵攻、名目的に四川省に属していたカム地方東部の諸行たちや、ラサを本拠とするガンデンポタンなどを次々と破り、1911年、 ラサに入場した。長は、ガンデンポタンや、その他のチベット人の小政権をすべて取り潰し、チベットを中国に併合しようと計画。ラサ東方の100キロほどに位置するギャンダに、新たな境界を設定。この地までのチャムド地区をはじめとする、カム地方西部とカム地方東部を合わせた領域に、成功省を、ギャンダ異性に、チベット省を設置する準備に取り掛かった。 しかし、同年10月侵害革命が勃発、朝は本拠の四川省制度に戻ったところを革命派に殺害された。中国政府はこの地を川辺特別区に組み込み、将来発足させる成功省の領域として確保しようとしたが、チベットの統合と独立国家としての国際承認を目指す岩田ポタンはカム地方の全域を奪還の標的としてしばしば出兵。 1918年、チャムド地区に相当する地域の確保に成功した。1950年、人民解放軍が進駐し、チベット軍と衝突が起きている。一種かつく、重県を管轄する。成功省、チャムド地区チベット地方、チャムド地区チャムド地区第一ベンジところ、チャムド地区、第二ベンジところチャムドベンジ省チベット地方、チャムド線区チベット自治区、チャムド地区チャムド市。 ありがとうございます。